出汁もらえたら一度座って待っていてください。お出汁がもらえたら一度座って待っていてください。煮干しのところ見てみて、みんなほら入ってる。すごい大きいね。いっぱい入れるんだね。そういっぱい入れるんですね。大きいお鍋でみんなの分のお味噌汁作ってますから大きいお味噌が入りますよ。色がねちょっとずつ変わってきてる。お味噌汁のみんながね大きい食で飲んでいるお味噌汁の色がねどんどん変わってきてます。みんながさ、お給食で飲んでるお味噌汁って何色？茶色。茶色っぽい感じだよね。Yeah.
回発表したいと思います。それでは2番と3番のお味噌汁は何のお味噌汁ですか？せーの、3、4、どうですかみんな、当たった？すごい。どう、それ美味しい？冷たい。え、硬い？冷たい。冷たい。味しない。あまり味しない。みんな味がさ、お味噌汁の方に出ちゃったんだよ、お出汁の方。ね、みんなお味噌汁飲んでるんだよね。出汁とか昆布とか鰹節とか煮干し、ちょっと食べてみて OK です。で、よかったら食べてみてください。どんな味するか。で、昆布は今ね、ネバネバするっていう話に聞こえてます。お味噌汁美味しい。で、煮干しの味はどんな味かな。食べちゃう、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 食べてみて。お手手でいいよ、取って。美味しい。本当だ。ここにいい。どう、味噌汁美味しい？美味しい。どう、味噌汁美味しい？どうそれ、出汁取った後の味する？全然あんまりしないよね。はい、ね、お味噌汁のおかわりは、ね、長い針がぐるっと進んで、あんまり味しない。長い針3になったら、ね、先生たちおかわりいいですよってなるので、その前にね、食べ終わっちゃったお友達は少し待っていてください。長い針が3に、お味噌汁のおかわりになります。なんか読んだ園長先生。鰹節とさ、味噌汁で食べてみたら美味しかった。うん、美味しかった。誰か考え、中入れちゃってもいいかもね。ごちそうさまにはなりますが、ね、少し早めにいただきますって言ったので、ね、まだ食べ終わらない人がいたら少し伸ばしたいと思います。一応ね、6ぐらいが目安。お味噌汁飲んだ？飲んだ。おいしい。どう、みんなお味噌汁飲んでみた？いや、食べちゃっても大丈夫。美味しい？美味しい。お味噌汁美味しいですか？よかったです。目いっぱい食べてください。